帯広競馬場を散策した一行、いよいよレースが開幕です。誰もいない。13時5分ごろ。あれ？もう説明会が終わっちゃってから、もう直接教えてもらいましょうか。ああ、なんかああいう感じで教えてくださるんですね。悟空とか今単勝で 20.9 倍。うん、どこですか？今ね、この左上なんですよ。今黄色い球場の。で今騎手名に変わっちゃったんですけど。あ、オッズですか？そう、オッズが今の現段階のオッズが出てきて、うん、これ、ね、数字少ない方が。最重量何キロ乗っけてんのか。で、ハイリスクが天然で馬体、うん、これか、オプション光。この数字は高い方が低い方が100円払ったら何倍になるかってことなんで、はい、100円払ったら250円なのが 2.5 倍、100円払って910円なのが鶴居正義そうみたいな。最重量はでもなんか多少差があるのはハンデというか、うん、馬の重さじゃないですか。馬体重が 何日かに1回こう測るんで、適正体重っていうのが多分馬にとってあって、うん、そういう知識が俺ら全くないから、うん、痩せたことがいいことなのか悪いことなのかが正直分からないから。確かに体を重くしたのがいいのかどうかも。リーディングジョッキーランキングとか出てるから。あ、本当だ。これ1着いっぱい取ってるジョッキーの方がいいんじゃないかとか。情報が多すぎるね。多いな。あ、てかこっちの左に書いてあるサイン付きで。あ、本当だ。ここにありました。阿部武富様。じゃ、どうですか。武っていう字が入ってる人は強いんですか。阿部武富様大事です。走ってんのかとか見るんですよ。で、阿部武富さんが乗ってるやつが倍率、北野雄心。倍率めちゃくちゃ低かったですよね。はい、2.5 とか。うん、だからやっぱそれぐらい。あ、やっぱりリーディングジョッキーは人気なんだね。人気があって勝たせる馬っていう。なるほど。そういうことになるんですよ。それを考えていくよね。多分すげえ、いつになく与座地饒舌だな。僕がいいなって思ってたのが、おー、いいんじゃない。僕騎手が長澤浩太さん。なるほど、なるほどね。ちょっとあれですか、もうすぐ2時になっちゃうから、あのさっきのお兄さんどこ行っちゃいました。あ、今あそこでやってん。あ、一応説明会みたいな。これなかなかいいですね。カップルを前にして狩野くん後ろで一人しれっとお邪魔してました、ね。はい、はい、これこの1枚で単勝と副賞の両方を買うことはできないですか。まあ、できないね。そう、1枚ずつっていう。そうですね、うん。ちょっとね、初心者用に分かりやすいライトカードってやつを使ってるんですが。あ、これがそうなんですね。そうですね、うん、真ん中に基本カードっていう青いやつあるんですけど、それはですね、表で単勝にして裏で例えば副賞にするとかね、まとめて買うことはできるんですけど、まあ、赤いやつは1種類だけですね。1種類だ、はい。まあ、まずは1種類で全然単勝にするのか、馬単とかに。今日初めてですか。今日初めてです。初めてですね、はい、はい。なんかそうですね、もうでもなんかパッと見た感じ単勝副賞、うん、とりあえず単勝か副賞に しときなみたいな。でも1位2位当てるやつもあるし、1位の 順不動でも1位2位とかもあるから、うん、連服でしょ。そのぐらいまでなら多分大丈夫ですかね。全然余裕だと思います。じゃあ3連服いってみようかな。今日は本当に初めてですか、ね、本当超初めてです。ああ、そうなんですね、はい、全く初めてですね。であれば、はい、当てるっていう、はい、何言うかな、当たった喜びをまず、ね、まず噛み締めたい。当たった方がいいんであれば、はい、副賞がやっぱベストです。あ、これはあの3着以内に入ってもいいです。1等を選んで3着以内で当たる確率としては高いです。おでもあなた300万稼ぎたいんですよね。そうです。無理です。あ、ただ3連単です。3連単は 1着から3着まで全部当てないといけないですからね。じゃあやっぱここビギナーズラック信じて いきなり一撃3連単で3連服とかにしとけば、うわ、ひよる、そこひよる。3連服だったら純不動ですからね。純不動、そこですかね、うん、3連服にしよう。3連服でいきましょう。2連でもいいですしね。いや、3連服にします。
いや2連でもいいな。これもしこの連服を買う場合は、はい、あこれか1着がこのこの馬、2着がそうです。あ、だからこれは1投目、2投目、3投目か。なので3連服とか3連単買う場合はここまで使わないからですね。ここと ここに1投ずつやるから。3連単の場合は着順関係あるので1着、はい、2着、3着と、なんとなく理解しました。はい、はい、でもうそろそろパドックも始まると思います。はい、はい、分かりました。パドックみたいね。競馬新聞買いに行かなくていいですか。買います。我々の中の買うルールというか条件を決めましょうか。はい、あ、そうですね。いくらまで。いや、4レースというか通して、はいはい、まず1人1万円の予算で最終的にどうなってるかを勝負とか、はい、うん、1万円の予算ですね。あ、4レース系でってことですよね。うん、だから配分を考えつつ。了解です。了解しました。で、1レースごとに現在の数値をみんなで発表しつつ。はい、これが予想の、ね、予想のやつですね。うん、じゃあ1着に、ああ、そういう評価なんだ。こういうのが新聞に書かれてるんで。一番人気が6、7、8っていう3連服で 7.4 倍。って考えると、はい、全然人気ない馬の単よりも安い。意味わかります。あ、単で勝つよりも安い。 それこそ今単勝の 2.6 から 5.4 です。どういうこれはだからまだ倍率が決まってないから、だから最終的にはお金が振り終わってから全部決まるんで。ああ、まだ変わってる。そう、それはこの幅の中に今なってるよって、そうっていう感じだと思います。これ2番の 27.8 っていうのは100円買ったら2700円になりますよっていう。どれですか。あと 27.8 だと、はい、で逆に言えばだから副賞って勝ったら嬉しいって言うけど、はい、1万人気なんて 1.0 だから全然勝って も元のお金元の少ないだけプラマイゼロ。そうだから意味ないっちゃ意味ないです、ね、本当に1位の人気あまりの高いところでやっちゃうと。で馬服だと 6、8 が 1.7 倍だから、はい、それぐらい6と8がトップ2に入る可能性がめちゃくちゃ高いって。これ面白いのがその確かにあの予想でも6と8がランドセル。人気前に100万かけたらまるっと勝ちなくなっちゃったりするんですよね。難しい。その鉄板ででもまあ3連服がいいんじゃないかな。鉄板で行くかちょっと外すか、うん、そうだな。じゃあ単勝でまあ安牌いっとき、うん、カリオさん、うん、競馬に安牌なんてないっす確かに与田さん、競馬って初めてではないです、うん、あのもちろん前は初めてですけど、競馬とか競艇とかは親父に何回か連れてってもらったり。なるほど。もう一個この紙を取ってきます。いっぱいいっぱい取っておいて。そんなに一回買うので、これでもう一個、まあ、買った件で多分見せた方が分かりやすいかも、うん、どれにしましたっていうのは。そう、全部印刷されてくるから。そう、帯広の第1レースこのマークシート懐かしいですね。 2連単は単は馬単っていうやつですね。馬連単ですか。そう、馬連単、はい、馬連単が1着2着の順位を当てるで順番通りじゃないといけない。で馬の連服だとどっちでもいい。2連単ってのはある。いわゆる馬連単がそうです。で3連単が 3個3位まで服にした方が良かったかな。いや、まあいいか。馬連単だと馬連単はなので、うん、だから2匹そうなんです。6、8が 5.9 倍だけど8、6とまた違うんですよ。だから1位が6、8になるか8、6になるかなんで、それだけで倍率が 5.9 から 7.2 に変わる、はい、服になると順番どっちでもいい。そう、6、8と8、6一緒なんで 2.2 倍まで下がります。はあ。だから6、8っていうだけで 5.9 なのに6、8の服にすると 2.2 まで下がっちゃう。なるほど。もう単勝なんて大した数字はなさそう。単勝はだいたい2倍前後ぐらいのはずなんで、あ、よっぽどじゃないと。あのオグリキャップとかの時 1. 何倍とか、あ、 1.2 倍とかのレースもあるらしいで、1位もうほぼ勝つだろうと。だから一番やばいのが多分 8、9、7、100円かけとくと90何倍になるんで。なるほど、そういう書き方も。100円だけ書きとくと万馬券にはならないんですけど、100倍以上じゃないと万馬にならないじゃないですか、うん、ただ100倍に近いのは今回で言うと、そのさっきの8、9、6っていうのは
三連単、単もちろん単が一番三連単高く1、2、3当てないといけないんで三連単めちゃくちゃ真剣そういうの100円だけ獲得って面白さもあるんですよ確かに、うん、万馬券それもまた面白いです万馬券狙ってね夢の馬券でね全然人気ないのに100円獲得っていう、うん、例えば馬服でも黄色が多分万馬券ですよって意味なんですよだから1、2とか2、9とかも服でも144倍とかあるそれそのさっきの今言ってた一番高い三連単100円ただこれって上位30組だから、うん、もっと下かもっと下もあるのかそう下の組み合わせもあるんだこれ138倍とか967とか130でもこれでも40番人気だから、うん、組み合わせならもっと何100通りぐらい多分あるかもしれないんでもっとあるんですよだからこれここが多分だから馬服の3級とか236が一番可能性もあるし、万馬券ぐらいかなって、うん、なるほどねいうのが私のプレゼンでございますなるほど、わかりやすいわかりやすいです私のプレゼンは以上でございますわかりやすい競馬のすごい好きな人が思ったら何言ってんだこのマネージャーって言われる可能性があるから本当にわかりやすい知識あまりないにわかなものでございますいやでも最初にやっぱあれですよねやるって考えると基本的に分かりやすくいい感じだと思うずるい人は締め切り5分前だからずるい人は頭いいなやっぱりもう買わないとはいあこれささっと書いちゃいますはい渡しました福蔵初めて買うこれ下手すると買ってるうちに時間があっていうことがありそうでそうだからそろそろ見に行かないと、いくらかけたんだろう買ってみました何を買ったか紹介する前に始まっちゃいます、全然イメージと違ったこっちでみんな応援するのかなと思ったら全然こっちにいてもいいと思うけど、うん、めちゃくちゃ大きいレースとかになるとやっぱそうなるんですけど、うんうん、あ大きな声は出さないんですねじゃあゴール付近でまず一つこれ三連これ三連単のやつです一番お家の高いやつ、うんはい、単いでこれが100円です100円これ おまけですこれ500円、馬連単、2着前決めるやつです、ね、96、これ96これ悟空いないじゃん単勝北野雄心一番お家、うん、そうじゃない一番なんかいいやつまあ三連服結構かけてます、うん、1000円679これが来るでしょうとパドック見て思いましたなるほどっていうところであとはあのリーディングジョッキーの阿部さんもいたね6だなって応援してるのは 6ですね6と9です、はい、6が一番めちゃめちゃ人気っぽかったからです騎手の人もすごい人気だそうでみんなかけてるからっていうのはじゃあありますねお気に入ったっていうことですね、まあ、最初なんでね、これからやっぱもっとバンバンね300万当てたい人、はい、お気に入ったら無理ですからねいやでもあのそれはもう最初のおまけですかこれ様子見一番かけてるのはこれですよ 馬連単で96なんで、はいうん、馬連単で967 96ですあ96、うん、でも単勝で6これだってまあその時点でもう、うん、なんていうんですか辻褄ってなんか6を1着にしたいのか9を1着にしたいのか本当だ本当だだってそれだって6が1着の時って2000円ぐらいですよね、うんそうですね、だからそれって6が1着になっただけだと、うんうん、このターンは全部無駄になるから、うん、でもどれか無駄にするものじゃないんですか全部でいくら使ったんですか2500円です2600円ですそれで6が1着だけしか当たらなかったら2000円しか当たらないってことはそうですよね、うん、どっちにしろえちょっと何言ってるか分かんないとりあえず俺はこんな風に買いました、うん、出走直前に単勝の倍率が低いやつから上から4つ買って一番下に一番倍率が高いやつを買ってみましたおお。そうやっぱ得するために勝つっていう喜びはあ始まる説明途中はい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 これしくしくとした淡々と進むねそうですねしくしくとしたレースですねあもうこれ最後の丘ですかボーって走る感じじゃねないですもんね万円競馬はお6番お
6。すごい、圧倒的、圧倒的だ。頑張れ。お、でも一気に追い上げてきてる。5だ。あれまた、おお、6番ちょっと疲れてきてる。まあでももうこれはいきそうですね。いけいけいけ。おお、8来い6、8来い6、8、7、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 6、8、7
あ、ビスケットスタリーです。終わりましたね。はい、はい、8が後半追い上げました、ね、追い上げましたね。あと5が一気に来ましたね。あそこに出るんですかね。6の伊藤は、ね、伊藤はね、確実に僕は確実に勝ちました。で、俺6、8もあり得るってるなって思ってて、あー、おー、結局2着は、そうなん、それ2着は微妙なんで、確かにの可能性あるかな。ゴールのラインってあそこの、そうなんですよ、だそれ広いところだよね、の真ん中の棒ですよね、うん、がソリのお尻が過ぎたら、でもやっぱ直線だから枠の番号って関係ないですね。想像以上コーナーがあればね、内側の枠でもここの迫力半端なかったですね。ゴール間際の、こうか、あ、30、わ、写真判定だって。ジェット、すごい、ジェット一つ出てきます。2着が出てない。8来い。あ、6はまあ、あ、あ、生まれん、そう、生まれん。8来たら熱い。8一気に追い上げますかもね。もうこの3枚がゴミになりました。まあ、とりあえず俺単勝なんで、うん、とりあえずは取りました。ただマイナスです。6番が一番人気だったんでしたっけ。あ、これでドキドキしてるの僕しかいないってことで。そうですね、そうですね。矢田さんがわーってなって、おー、おめでとう。さあ、あー、うわー、78でしたね。7かね。まあでも2000円かけたんで、僕は4000円ちょっとぐらいになるんです。3000円かけたんで1000円弱ぐらい。何気にこれが惜しかったっていうのを今気づきました。これ惜しかった。6、7、9、9が全然かけらも出てないね。そうなんですよ、9がもう完全に出遅れてたんで。ということで次の行きましょうか。与田さん単勝にでも単勝でそれぐらい買わないと。そうなんです。てか、そのカリノさんの書き方って、はい、まあ、清水さんもそうですけど、いや、勝つってことに僕は重きを置いてなくて、儲、はい、けるってことに重きを置いてるんで、勝っても損したら意味ないって俺は。俺最初はとりあえずまずまあそうですね、勝つ喜びをね、まずで、その後手堅くいこうかなと思う。僕はもう勝つ喜びだけ、ま、僕は損したくて損切りをしたいんで、これだったら絶対に負け、勝った時はどれか当たった時に絶対得するはずだから。ずるい、ずるい人って言われた。2600円かけて2400円持ってきましたね。お、これはマイナス200円、マイナス200円、2800円かけて2400円戻ってきます。マイナス400円、マイナス400円。僕は3000円かけて4800円なんで、お、1800円かけます。あれ、お、野田さんさすがすぎる。まだマイナス200で済んでます。ということで2レース目早速2レース目行きましょう、うん、楽しみだね。第1レースが終了し、全員馬券を的中させたものの、早くも所持金に差がつき始めました。果たしてこの後どうなるのかって感じなんですけど、まあね、ヨザッチがね、ずるいところを見せましたね。でしかも、ああいう買い方あるんですよ、損切りのやり方の買い方あるんですよってあんまり言わずに、清水さんと翔ちゃんに馬券を買わせ、自分だけ割とドヤるという、なんかそういうずるいところが出た感じですけれどもね。まあただまだ第一レースが終わったばっかりなので、まあ次の第二レースに注目というところで、皆さんも注目いただければと思います。というわけで次回第二レーススタート。